皆さんの現場には、重いものを持ち上げる作業を軽減したい、細かいものを取り出すのが面倒、危険な作業をなくしたい、このような困りごとはありませんか？最近、多くの現場で注目されているからくり改善が、現場の困りごとを解決してくれるかもしれません。からくり改善とは、歯車、カム、テコ、リンクなどの機構と自然エネルギーなどの動力源を活用した改善活動です。そんなからくり改善を一堂に集めた作品展がからくり改善工夫展です。それではからくり改善工夫展に実際に出品された事例をご覧ください。マツダ株式会社の山本です。よろしくお願いします。今回私たちがからくり改善に取り組んできたのはこちらの搬送コンベヤーのゲートになります。で、改善前っていうのがこちらになります。今まではこうやって手で旋回をして出入りしてました。その際にですね、指を挟んだりぶつかったり、そういう安全不安全な部分があったので、今回からくりでこちらの装置を作りました。じゃあ改善後実際どうなったかと言いますと、作業者は今までと何一つ変わることなく同じ動作で次の工程へ送ります。送り終えた後は安全な通路として出入りすることができます。もう一度いきます。同じ動きで次の工程に送るだけで搬送もできて通路も確保できる、そういったからくりになります。で、今回のこのからくりにも3つポイントがあります。1つ目がこちらのストッパー、水色とピンクのストッパーがこちらについてます。で、そのストッパーにワークが引っかかる。で、作業者はそのまま次の工程に送ろうとするので、それにつられてコンベヤーも引き出されます。で、真ん中に来たところで、テコの原理でこのピンクが下に下がることによってですね、水色がフリーになるので送ることができます。で、2つ目、床下をですね、ワイヤーで連結しているので、こういう連結のされ方をしています。それによってこういう動きになります。で、3つ目、開いて落下させてはいけないので、安全装置としてここにロック機能がついてます。このロックが入らない状態だと送ることができません。ロックが入って初めて送ることができます。ロックをこちらのレバーで解除することによって最終的に元に戻っていく、そういったからくりになります。以上で終わります。ありがとうございました。このような事例をご視聴いただけるからくり改善工夫展ですが、今年度は2021年3月23日から26日に初のオンラインで開催いたします。49社162事例を自宅や職場にいながら視聴することができ、特別企画として過去にからくり改善工夫展に出品された事例やミニセミナーなどもございます。からくり改善工夫展を視聴したい方、詳しく知りたい方は、からくり改善工夫展で検索いただき、からくり改善のホームページにアクセスしてください。専用のホームページでは、過去の事例を動画で視聴することができます。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。皆様のお申し込みをお待ちしております。